改めまして、セミファイナリストの古澤健人です。私は茨城県利町で育ちました。利町は茨城県で最南端に位置して、利根川を挟んで千葉県と対面している人口約1万4千人ほどの小さな町です。流域面積日本一の利根川が流れています。大ヒット映画 君の名はのモチーフになった光毛神社もあり柳田邦夫や赤松総担などの民族学者が有名で毎年夏に行われる花火大会と農業祭は非常に盛り上がっていますここは私が育った歴史ある聖徳太子が由来となった小学校ですただ田舎で何もなくバスや車もなく電車も千葉県に行かないとないためおまけに 電車が1時間に2本しかなく地理的ハンデに苦しんだが、なんだかんだ地元が好きです。この写真は大学時代陸上競技で試合や練習をしていた陸上競技場です。ここでやり投げをして日々鍛錬をして記録を大きく伸ばした思い出の場所です。 小さい頃は毎日トネ川で虫捕りをしてかけっこをしたり、野球やサッカーをしたり、石を投げて水切りや煙筒をして仕方を鍛えていました。そのおかげで強い体に成長することができました。この環境に感謝しています。トネ町は茨城県の中で田舎で不便かもしれないけど、 自然の環境の中で育ったことが自分の人生の財産になっていますこれからも強く育ててくれた大自然あふれたトネ町を大切にしていきます応援よろしくお願いします